愛、私、真実と主観性、第6章、悟り。クエスチョン。神に至る道は何万通りもあると言います。しかし数多くの宗教や霊的な組織が自分たちのところが唯一の道だと表明しています。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。アンサー。あたかも唯一の道であるかのように表明するのは、大概は無知、あるいは他者を支配しようという試みから生じています。歴史上の偉大な霊的な教師を見ても、皆それぞれ独自の道を通じて真理に至ったことがわかります。覚醒したすべての教師に共通して言えることは、彼らが完全に自我を放棄したということです。それがどのようになされたのかはそれぞれ違っていましたが、最後の結末は同じでした。神はエコひいきしたり独占権を与えたりすることはありません。求道者の霊的な直感やカルマ的な傾向によって選択の違いが出てきます。すべての人はすでに神より選ばれているのです。本当の自己はすでにここにあります。さもなければ生きることも存在することもできないのですから、それを受け入れるかどうかは個人に委ねられています。神の愛は無条件で絶対的です。空はある人たちのためにだけ存在し、その他の人たちのためには存在しないわけではありません。また太陽は気まぐれに選ばれた少数の人たちの頭上にのみ輝くわけではありません。神は完全かつ完璧です。媚びやへつらいは人間的な観念でしかありません。太陽を崇拝することはできても、太陽を操作することはできません。悟りは獲得したり達成できたりするものではありません。また良い行いをした褒美として与えられるものでもありません。これらはすべて子供の頃に植え付けられた信念です。神は不変であり、優遇してもらうために工作したり、お世辞や駆け引きをしたりして誘惑することはできません。崇拝することは崇拝者のコミットメントやインスピレーションを強めるために役に立ちますけれども、神は常に沈黙を守り不動であり続けます。クエスチョン。霊的探求者として最も価値のある資質は何でしょうか。アンサー。まず安心感と確信を持って始めることです。自分を疑ったり臆病になったりすることをやめましょう。躊躇することなく自分が探求するに値する人間であることを受け入れ、
神の真理に対して完全に自らを明け渡す決心をしてください。無制限に受け入れるべき事実はシンプルながらとても強力です。明け渡すことで飛躍的な霊的進歩がもたらされます。1、神があなたを愛し慈しんでいる何よりの証はあなたが存在しているということです。2、自分自身を他者と比較する必要はありません。神聖さ、特分、善良さ、資格、純潔さなどすべて比較基準にはなりません。これらはすべて人間的な概念であり、神とは無関係です。3、神を恐れることは無知のなせる技であることを受け入れましょう。神は愛と平和以外の何者でもありません。4、審判を下す神は自我が作り上げた幻想であり、幼少時代に体験したお仕置きにまつわる罪悪感から生じています。神は良心とは違います。5、キリストの教えの本質はネガティブ性レベル200以下を回避するというごくシンプルなもので、最終的には弟子たちを無条件の愛測定値540まで引き上げることが目的でした。キリストは魂のレベルが無条件の愛を超えれば死後の行き先は約束され、魂が救済されることを知っていたのです。それは仏教の極楽浄土のように世界の偉大な宗教で教えられていたことと本質的に同じです。6、救済と覚醒はいささか異なるゴールであることを認識しましょう。救済されるためには自我を浄化しなければなりません。しかし覚醒するためには自我を完全に抹消しなければならないのです。覚醒に至る道の方がより困難で徹底的であると言えるでしょう。7、覚醒を求めるのは個人的なあなたではありません。意識のうちの非個人的な特性が突き動かしているのです。霊的な直感と献身があなたを後押ししてくれます。8、最も重要な目標をすでに達成していることに気づいたとき、不安や焦りは消え去り、ようやくあなたは安心し心地よさを回復します。その目標とはあなたが霊的な献身の道の上にいるということです。霊的な成長は成就するものではありません。それはあなたがどのように生きるかということです。
そしてその道を歩むこと自体が報酬となります。ですから動機をどこに向けるかが重要になってきます。9、あなたが一歩進むたびに、すべての人に恩恵があることを喜びとしましょう。一人の人が行う霊的な献身と活動は、人類全体の生命と愛への贈り物となります。10、神へ至る道に時刻表も処方箋もありません。一人一人のたどるルートはユニークですが、克服すべき課題は比較的万人に共通しています。それは人間が犯しがちな誤りを超越するということであり、この誤りは生徳的に自我の構造の中に組み込まれているものです。あなたは自分が個人であると思いたいでしょう。しかし自我は個人的なものではありません。それは人間として生を受けるときに受け継がれたもので、過去のカルマにより違いが出てきます。11、熱心に祈り続けることによって献身やインスピレーションの度合いを深め、成長を促進することができます。12、神の恩寵は万人に降り注いでいます。また献身的な求道者は過去の聖者の恩寵に預かることができます。自我は強い威力を持つので、より高次元の霊的な存在の援助なくしては、自我は自力では自らを超越することができません。幸運なことに、かつて存在したあらゆる各社とアバターの意識の力は地上に残っており、アクセスが可能です。瞑想によって各社の意識や教えに集中することで、そのエネルギーを吸収することができます。真に覚醒に至った聖人は、すべての求道者が無事にゴールに達することを願っています。一部のグループや特定のメンバーに限られてはいません。霊的な成長を求める一人の探求者が人類全体に恩恵を与えるように、教師の覚醒は求道者に恩恵を与えるのです。そのパワー、エネルギーはあなたが求めれば手に入ります。そのための必須条件や義務はありません。クエスチョン、どうして霊的な探求に苦労はつきものなのでしょうか。アンサー、自我は何でも概念化するという習慣があります。自我を解体するためには、まずその実態をつかむ必要があります。
自我を持っていることに対しては何ら罪悪感を持つ必要はありません。そのためにまずは自我の起源を探ることが有効でしょう。意識の進化という点で人間は非常に困難な立場にいます。私たちは伝統的にこの地上に初めて出現した生命は泥から生まれたごく原始的な有機体であったとイメージしています。生命発祥の起源までたどれば有機体は生存のために様々な挑戦を突きつけられたと察することができます。自我の基本的な動機や機能は実は非常に単純明確です。それは動物の生態を見ても明らかです。人間の生命もあらゆる動物的な生存戦略を内在しています。縄張り意識、異種間の競争、集団優位性、狩猟、敵の殺戮、求愛行為、子の養育と保護、同胞間の抗争、威嚇、支配などです。それらに加え攻撃や危険に対する恐れもありますし、群れや集団からの追放の恐れもあります。こうした動物的な習慣は本能と呼ばれる生理的感情的反応の中に深く根付いています。そして数千年以上の時を経て本能は洗練され、社会や両親からのしつけや教育によって行動パターンとして定着していきました。この行動パターンは個人にとどまらず多分に社会の行動様式として強化され、政治的、国家的、司法的な立ち位置および価値観として形式化されました。知性は生存のための重要なツールとなり、それが発展するに従って私たちに内在する動物的なプログラムのすべてを巧妙に書き換えていきました。意識自体はそもそも何のプログラムも持たないまっさらな状態です。あらゆるプログラムは意識というハードウェアにインプットされたソフトウェアのようなものです。しかしいくら知的になったとはいえ、生存パターンの基本構造が動物的であることは今も変わりありません。今日の教育でさえも生存と成功のために行われています。つまり自我の生徳的な動機は生存と獲得であり、どちらも恐れを基盤にしています。人体のメカニズムも生徳的に苦痛か快楽かでしか反応しない脳の仕組みや神経科学によって投与されています。この自己作動型の
脳の報酬系は回避しなければならないもう一つの罠です。人間の知恵はこの報酬系を利用して人工の報酬快楽物質を発明しました。例えば脳を脆弱にし再プログラミングしやすい状態にする麻薬類などがそうです。脳は元来中毒に弱いという遺伝傾向があり、それまでの人生の目的がすべて影を潜め、他のものに入れ替えられてしまうのです。さらに悪いことに、こうした振る舞いやプログラミングされた行動のすべては、それぞれのレベルで人類全体のエネルギーフィールドにエネルギーを発信しています。これらは通常の意識ではアクセスすることのできない影響の領域で強化されていきます。そしてそのプログラムを支持するようなメディアやあらゆる人間のコミュニケーション手段を通じてさらに強化され、社会の承認や不承認を問うことになります。ここで自我の生物学的起源を述べたのは、私たちがそれを作り上げたというよりは、むしろそれを持って生まれたということを明確にするためです。自分自身も含め、誰も好んで自我を作り出したわけではないと分かれば、その罪悪感から解放され、自分自身や他者に対してもっと思いやりを持つことができます。人間の状態は種としてカルマ的に与えられたものです。それを知れば非難することなく、あるがままに思いやりを持って受け入れることができます。そしてそれに良いも悪いもないことがわかります。人類は感情的な本能とそれを相殺する霊的な目覚めという力との間の緊張の領域に生きているのです。かっこすなわち動物と天使の葛藤。クエスチョン、自我が生物学的起源から生じ、遺伝子にも浸透し、社会もそれを強化し、根強くプログラミングされているならば、果たしてそこから抜け出すことができるのでしょうか。アンサー、自我を超越することは可能です。大事なのは自我の修正ではなく、それと私を同一視してしまうことが問題だということです。私たちは自我をそれとして受け継ぎました。そして実際にそれは非個人的なものです。あなたがそれを自分だと思い同一化したときに初めて問題が生じます。それという自我の構造はそれほどユニークでも
特徴的なものでもありません。多少のカルマ的な違いがあるだけで、比較的誰でも似たようなそれを持っているのです。本当に人によって違いが出てくるのは、そのプログラムにどこまで霊属的に従っているかの程度です。つまり自我の大小は、どこまで当人がそれと同一化しているかによります。自我は本来何のパワーも持っていません。あなたが霊的に成長するに従って、自我のプログラムの影響を減少させるパワーが劇的に増加していきます。これが意識のスケールの本当の意味です。自我のプログラムにすっかりはまっているとき、気づきや洞察なくしては自分自身を助けることはできません。そういう人を見ると、私たちは、あの人は欲、あるいは憎しみ、恐れ、中毒、プライドによって動かされていると言います。こういう時に仮説や道徳の立ち位置を持ち出して、あの人はこうすべきだと指摘するのは誤りです。実際にそれは全くの筋違いです。無意識的に行動するというのは、ただその言葉通りで、罪というのは意識の進化の限界を表しているに過ぎません。この限界のことを、ブッダもイエスも無知と呼びました。意識の進化がグラデーションで表されるように、ある人たちは他の人たちよりも道の先にいます。この単純な事実が分かれば、許しと思いやりが怒りや恐れ、憎しみ、非難にとって変わります。私たちは自分自身を許し、受け入れると、自然に他者を許すことができるのです。クエスチョン、限界を受け入れることは、倫理観の欠如や習慣などの罪を招くのではないでしょうか。アンサー、許すことと思いやりを持つことは是認することではありません。200以下のエネルギーフィールドにいる人たちは、毎日が絶え間ない苦痛にさらされています。クリスチャンの伝統では、罪人たちのために祈ることを教えられます。また非統合的でネガティブなもの、悪と対決するのではなく、回避し離れるように忠告します。罪人は霊的な成長が原始的な段階にとどまっている不運な人と見ることができます。クエスチョン、自我をよく知ることの目的は
自我の武装を解き、受容する道を開くことですか？アンサー。自我が何者か、よく分かっていないうちに、それを克服しようとするのは、罪悪感や自己非難など、さまざまなネガティブな感情を誘発します。そしてそれが主な原因で、多くの人が霊的な作業に取り掛かることを躊躇してしまいます。また、人々は自分自身に正直になることを恐れ、自我の悪い面を他者あるいは神にさえ投影します。嫉妬や報復、偏愛などはすべて自我の性質であり、神のものではありません。より対極的な視点から見ると、自我は悪ではなく、本質的に自分本位の生き物であることがわかります。動物的な自己を理解し受け入れない限り、その影響から逃れることはできません。まるでペットのように、内なる動物をコミカルで面白いものとして罪悪感を持たずに見ることもできます。そしてよく訓練をして、しつけることを楽しみにすることもできるのです。この訓練が、いわゆる文明化という言葉が意味するものです。クエスチョン。どうしてそこまで自我に注意を向ける必要があるのですか？アンサー。悟りは段階的なプロセスです。霊的な成長は自我の本質を理解することで促進することができます。自我は攻撃したり打ち負かしたりしなければならない敵ではありません。撃退すべき悪でもありません。思いやりを持って理解することで溶解します。軍事や外交の失敗のほとんどは、最初に敵について十分に調査しないことから起こります。たくさんの有名な軍事指導者がこのことを残念そうに認めています。ナポレオンとヒトラーはロシア人を軽視しました。ヒトラーはまたイギリス人の決意を侮りました。スターリンはドイツ人の出任せを鵜呑みにし、山本司令官は真珠湾攻撃の後、眠れる獅子を起こしてしまったと嘆きました。ですから、霊的な探求者にとって望ましいのは、自我の構造をよく知り、それを否定や罪悪感によって消滅させることはできないと知ることです。面白いことに、自我の執着は受容したり、相手をよく知ったり、思いやりを持つことで緩和することができます。反対に、自己批判や非難、恐れや恥は自我を強化します。クエスチョン。
思いやりのある目で見ると、自我はもはや手ごわい存在ではなくなりますね。アンサー。自我は究極的な真実ではなく、動物的な世界から受け継いだ一連の生存のためのツールでしかないので、超越することが可能です。また私たちは子どもの感情的な表現の中に自我を見ることができます。つまり自我は動物的であるだけでなく、子どもでもあるわけです。フロイトが精神分析の手法で明らかにしたように、無意識は意識化することで力を失います。アンナ・フロイトは自我の防衛メカニズムを解明しました。それによって抑制、抑圧、否認、投影、その他本能的な衝動を自己に向ける行動に関しての概念も周知のこととなりました。私たちは動物的世界から受け継がれた潜在的な欲動を精神分析学の用語で井戸と呼びます。両親や社会によって長自我かっこ両親の統制機能が形成され、意識的な自我は動物的欲動を社会に適合させる機能を果たします。自我理想とは、自我が描く自己の理想的なイメージです。そのイメージの中にはヒーローと同一化したポジティブな自分の姿や理想の人格、霊的な理想像などが含まれます。ペルソナは自我が社会に対して見せる姿であり、それがいわゆるパーソナリティとなります。スイス人精神分析医のカール・ユングはこの精神のパラダイムに霊的な領域を付け加えました。興味深いことに、ユングは人類は動物的な欲動以外に与えられたものを受け継いだというのです。ユングはまた人類の中に共通性を見出し、それを集合的無意識と名付けました。集合的無意識は概念よりもシンボルによって知ることができます。後年、自己の解明は自己心理学によってより綿密な研究がなされ、霊的な側面はトランスパーソナル心理学によってさらに研究が進められてきました。私たちの存在に関する問題は実存分析で取り上げられ、より進化した心理学は何世紀にもわたって哲学が占めていた人間性という重要な分野に進出してきているのです。クエスチョン。自我を理解するためにこれだけのことをすべて知る必要があるのでしょうか。アンサー。そんなことはありません。
ここでは人類がどれだけの苦労をして自分自身のことを知ろうとしているのかを紹介しただけです。自我の支配から逃れるために知性はこれほどの努力を払ってきたのです。クエスチョン、今までの情報から推測すると知性は自我に相対するものではなく自我が進化した姿であることが明らかになります。アンサー、その通りです。知性は400に位置し社会にとっては恩恵となります。医学やテクノロジーの偉大な成果を見れば科学はその高齢と言えるでしょう。しかし知性は人類にとってもろ刃の剣です。マラリアで命を落とす人々を救う反面、核兵器や毒ガスを発明します。それが粒子であろうと概念であろうと400のレベルでは形、物質やフォースが対象となっていることには変わりありません。形あるものに向かっている限り必ずそれに内在する限界に直面することになり、いくら技術が進歩してもそれを超えることはできません。限界を超える唯一の方法は形を超えることです。そして形を超えた世界に進みたい人々は非線形領域に足を踏み入れるのです。それは伝統的にスピリチュアルな領域と呼ばれています。頑強な自我はどこまでも必要で強化されていますから、私たちはフォースを超えてパワーの領域に進んでいかなければなりません。形あるものは多大な努力を要しますが、パワーの恩恵はいとも簡単に何の努力もなく成し遂げられる点にあります。パワーは量ではなく質において甚大な影響を及ぼすというユニークな特徴があります。というのも数量で表される領域には存在していないからです。霊的なパワーはそれ自身は枯渇することなく物質を変化させる触媒になぞらえることができます。私たちの身の回りを見てもたったごめんなさいの一言が国家間の戦争を止めることがあります。戦争のほとんどは欲や憎しみやプライドといったレベルの意識のエネルギーフィールドから発生しています。プライドの解毒剤は謙虚さであり、それはただかしこまるという意味ではなく虚栄心や見せかけをやめ現実的な評価に目を向けるということです。
真の謙虚さを持つことが、後々面目を失うことや自己破壊的になることを防いでくれます。謙虚さによって私たちは正確で現実的な評価を行い、限界や条件に気づくことができます。知性は誤りではありませんが、より高度な霊的な気づきを得るためには適切なツールではありません。しかし賢明な知性はそれ自身の限界に気づき、それを超えたところに答えを求めようとします。これは最先端の科学の分野でも見られる現象で、近年は意識の特性を理解しようという試みがなされています。意識なくしては重要な進歩はなし得ないのです。クエスチョン、意識が進化するためには自我も必要な段階であることが分かりました。しかし形あるものの世界が解明され、研究され尽くした後に私たちが進む次の段階は、形を超えその起源を探求することでしょうか。アンサー、それは論理的な工程です。知性にとって物理学や科学、天文学、宇宙学などで形あるものを探求することは非常に魅力的でした。その後に人間が抱く疑問は、この宇宙がどこから生まれ、どこへ行くのかということです。実はこの疑問はもう一つの極めて重要な人間の動物的本能を表しています。それは好奇心です。動物は食料や交尾の相手や住まいを得るために本能的に探す習性があり、それが飽くなき好奇心となりました。探求心は人間の生まれ持った習性であり、その最も高度なレベルが霊的な探求となります。そしてそれは、私は誰なのか、私は何なのか、どこから来たのか、自己の起源と運命はどのようなものなのか、神とは何であり、どこにいるのか、といった疑問を生じさせるのです。クエスチョン、すると好奇心は霊的な探求者にとって有益なのではないでしょうか。アンサー、謙虚さを持てば好奇心は役に立つ家来となります。しかし分別のない人にとっては深刻な落とし穴になりかねません。好奇心はナイーブな求道者を袋小路に誘い込み、いらない妨害や誘惑をしたり、ひどい場合は致命的な罠に陥れます。だからこそ私たちは
真の教師を必要とします。繰り返しますが、謙虚さは何度言っても足りないほど重要な事実を受け入れる姿勢を作ります。その事実とは、人間の心、マインドは真偽を見分けることができないということです。この事実が誤りであれば、歴史に戦争はありえませんし、さまざまな社会問題も無知も貧困も生じていないはずです。人類はとっくに覚醒しているはずですし、何世紀もの間、意識レベルが190にとどまっているわけがありません。クエスチョン、どうして私たちは真理に対して盲目になってしまったのでしょうか。アンサー、動物は形の世界に生きています。生存のための基本的要素は肉体であり、食料であり、敵を識別する能力です。そのため動物の脳は知覚力を高める方向に進化しました。私たちが自我のコンテンツ、括弧内容中身の先を見越したときに、覚醒を求める求道者にとって極めて重要な性質に向き合うことになります。それは知覚の基本的機能です。これは動物にとって必要不可欠な機能ですが、意識の領域においては二元性を作り出してしまいました。その結果、場所や方向、時間などの感覚が生まれたのですが、これらはいずれも動物が生き残るために不可欠なものです。例えば餌を捕まえるために、こことあそこという二元的な知覚が必要になります。しかし、このように感覚に依存するようになってから、形あるものの限界が生まれました。空間と距離の知覚が生じたために、自我はこの知覚が真実を表していると思い込んでしまったのです。動物にとってこれ以上に工事の真実が存在していると思わなければならない理由は何もありませんでした。彼らのニーズはすべて形とコンテンツという領域の中に収まっていたからです。しかし、自我が思考の中でイメージを操ることを覚えると、人間はただ動物でいることから進化し始めました。そしてイメージもまた洗練され、類似や相違を認識できるようになりました。かっこ古典的な右脳左脳、デジタルアナログコンピュータなどの類比、今では私たちの全脳は抽象的な概念やシンボルや言語を処理できる複雑なコンピュータのような働きをするまでに拡大しました。実はこの全脳は古い
動物的な脳に追加されたものです。ですからこの新しい脳には利点もありますが、古い脳との間には不利な点も生じています。この2つの脳の間を断絶するスイッチがないため、恐れや怒りや欲といった動物的感情が知性の中に入り込んでしまうのです。また知性も動物的欲動に関連する一連のイメージを作り出してしまいます。クエスチョン、自我のコンテンツだけでなく自我の構造そのものが主な障害となっているのでしょうか。アンサー、その通りです。しかし心、マインドがこのことをよく理解し、自我のコンテンツを洗い直し、そのメカニズムを認識することで、私たちは霊的に成長することができます。一度そのことに気づけば、もう二度と自我に振り回されることはなくなります。この成長の様子は、あの有名な禅の十牛図にも描かれています。最初の図の中に登場する自我は野生の動物そのものですが、次の場面では飼いならされて従順です。次の段階では自我は超越され、最終場面では消えてなくなっています。クエスチョン、意識が覚醒の状態まで成長するために必要な条件をまとめてもらえますか。アンサー、まずは自我が習慣的に立ち位置を用いることを認識することです。けれどもほとんどの初心者はそれに気がつきません。そして立ち位置は自動的に対の二元性を作り出します。この時点で心、マインドは知覚の世界を想像し、それはレンズとなって物事の真意や重要性を歪めたり拡大したり減じたりします。この知覚はさまざまな価値観や心情の産物であり、不要なフィルターとなって働きます。こうして二元的な立ち位置は本質を取り逃がしてしまうのです。また内側にはソフトウェアが組み込まれており、入ってくる情報を瞬時に編集してしまいます。そして真実は不確かなものとなり、知覚のスクリーンの後ろに隠されてしまいます。このように自己は知覚され編集をかけられた情報の中で生きているのです。この全工程はわずか1万分の1秒で行われると観測されています。この知覚の編集機能は知性やとりわけ重要な働きをする記憶を総動員して情報の意味を翻訳してしまいます。
クエスチョン。自我の複雑な構造や機能、また知覚を自動的に編集するという習性を知ると、それを超越するのはほとんど不可能なように思えるのですが、アンサー。自我の構造と機能が分かれば、その傾向が認識できるはずです。それは瞑想などによって経験的に明らかとなります。目撃者、観察者という非個人的な目線から自我がどのように動いているのかを観察します。すると私はプログラムのコンテントやデータではなく、コンテントの数段階前の非個人的なフィールドであるという気づきに至ります。私は当事者、あるいは主体というよりはむしろ観察者だったことに気づくのです。何世紀にもわたって数多くの霊的な実践法とテクニックが自我とその有限で知覚的な二元性の世界への同一化を断ち切るために開発されてきました。また意識の霊的な本質についても明かされてきました。たった一つの真実の情報でも膨大な数の誤った概念や立ち位置を取り消す力を秘めています。こうした霊的な情報は偉大な聖者や教師、アバターの本当の自己から発する高波動のエネルギーに包まれているので、自我の脆弱なエネルギーフィールドよりもはるかに大きな力を持っているのです。本当の自己がコンテクスト、文脈、状況であり、自己がコンテント、内容、中身だということを認識しただけでも飛躍的な進歩を遂げたことになります。ナイーブな探求者は単にこのコンテントをいじくり回しているにすぎません。人生はいつか死後どこか天国で、あるいは善徳や良いカルマを積んだ末の来世で待っていると信じられている神との約束を果たすため、自我と罪を克服するという奮闘のうちに費やされているのです。クエスチョン。霊的な成長はゆっくりだったり突如早まったりと全く予想がつかないように思えます。アンサー。祈りとともに心から献身し、謙虚さを持つことで成長を早めることができます。時間の経過が気になるのは結果を求めるからです。また自我のエネルギーから切り離された後でもその影響が完全に消滅するまでにはしばらく時間がかかります。それはまるで巨大なタンクを持った大型船がエンジンを止めた後でも本当に静止するまでの間に数マイル
移動するようなものです。自我は大抵段階的に崩壊するものです。自我が本当の自己であるという信念が消え始めた時、自我の崩壊は始まっています。自我に対する忠誠心が究極の神に向けられた時、そこに空間ができます。その空間の中に聖霊として神の恩寵が流れ込むのです。クエスチョン。この世のものを放棄するとはどういうことでしょうか。霊的な教えの中にはそれが必要な要素であると説くものもありますが、アンサー。確かに霊的な探求には通常の世界から完全に身を引いて隠遁したり、沈黙の行をしたり、修道士になるという伝統があります。また歴史を通じて修道士かっこ僧や修道女かっこ二層の禁欲や質素さ、定説、謙虚さ、奉仕、簡素さを要する霊的な献身生活に、人々は尊敬の念を抱いてきました。普通の霊的な探求者でさえ、リトリートに参加した時など、さまざまな場面においてこれらの一部あるいはすべての要素を必要とします。この世の執着を手放し、誘惑の多い世間から身を引いて、静かで落ち着いたライフスタイルを送ることのできる場所に移ることもよくあります。最も広くかつ基本的な意味において、放棄とは真理の実現と神の真実を遠ざけるあらゆる幻想や障害を捨て去るということです。つまり神に続く道を歩むということは、虚偽を放棄し、愛と平和、神聖さ、思いやり、許し、慈悲、慈善の道に寄与するということです。また、無知の代わりに真理を、闇の代わりに光を選択し、憎しみ、怒り、プライド、悪意、欲、利己心を放棄するということです。さらに放棄とは、非難がましい二元性の誘惑を退け、二元論に陥ることなく対立する極という立ち位置の罠から自由になるということです。最もシンプルな放棄は事態あるいは余計なものを受け取らないことから始まります。上昇することは下降するものと戦うことではなく、
単にそれ以外のものを退けることに他なりません。